裁き打ち込みや模様の消しの際に石の強弱を適切に判断して弱い石や孤立した石の始末をうまくつけること。すべてを助けようとするのではなく捨て石の手筋を活用して形を整えるなどが代表的な裁きの手筋で高度なテクニックに属する。敵の銃包囲網下で何とか苦も作り息を求めるような打ち方はしのぎと呼ばれ裁きと区別される。 裁きは、つけからと言われる通り、敵の石につけることから、裁きの調子を求めることは多い。また、石数が少ないときは、斜めラインという格言もある。黒1の切りに対し、下方の2子を何とか助け出そうと、白に4のように当て押すと、の1子が自然に飲み込まれ、黒に大きな血を与えてしまう。白2のつけが手筋。黒3と立って抵抗するならば、 白4から6.8と突き出して10と曲がれば、右方の黒2子を制しながら頭を出し、白校長と判断される。白2の飛びつけに対しては黒3と伸びるくらい、以下6までが定石とされる。白の裁きが成功した図、高中国流の布石から白が右下の黒模様に侵入した場面。白1とまともに継ぐと黒2.46と攻めを受け、 下辺が黒地として固まってしまう上、白は目型を作るあてもない。白1が手筋。もし黒が2の切りなら、白5から7と突き抜き、の石を腐らせて好調。このように、敵の勢力圏内の裁きでは、すべての石を助けようとするのではなく、捨て石を効果的に使って、形を整える手段が有効なことが多い。黒も無理に切って取りに行かず、2から6と打つくらい。 以下白7まで、目型も豊富で、攻められにくい形を得て、白の裁き成功と見られる。ありがとうございます。